この動画では、マセマティカのノートブックにおけるセルの挿入と削除について説明します。セルやそのスタイルの説明については、前のステップの動画を参照してください。レポートを作ったりする際には、計算の間に説明文を挿入したり、計算を加えたり、逆に不要な計算や説明文を削除したりすることが頻繁に行われることでしょう。その際、すでに入力したセルの間に新しいセルを挿入したり、逆にいらなくなったセルを削除したりする作業が発生します。それではまず、セルの挿入手順から説明します。画面のノートブック上で、最初の計算と次の文章のセルの間に、新たな計算を加えることにしましょう。計算と文章のセルの上で、カーソルをゆっくり動かすと、すでにあるセルの上では、カーソルは縦になっていますが、セルの間でカーソルが横になる場所があります。ここでマウスを左クリックすると、下のセルの上に直線が挿入されます。ここで何らかの文字を入力すると、新しいセルが作られて文字が入力されます。この時、セルのスタイルは、マセマティカへの入力を表すインプットであることに注意してください。ここで、マセマティカに計算させる式を入力し、シフトキーとエンターキーを同時に押すことで、マセマティカによる新たな計算を挿入することができます。この例では、100の階乗を計算しています。今と同じようにして、文章を入力することもできます。この際は、文章を挿入する場所にカーソルを移動させ、カーソルが横になったところで、マウスを左クリックします。そして、文字を入力すると、新しいセルが作られて、文字が入力されます。今入力した文字をマセマティカの計算とは関係ない文章にするには、セルのスタイルをテキストに変更します。今入力したセルのブラケットをクリックして、セルを選択します。そして、書式メニューのスタイルにて、セルのスタイルをテキストに変更します。最後に、セルの削除方法を説明します。セルを削除するには、削除したいセルのブラケットをクリックして、セルを選択し、デリートキーを押します。このようにして、いらないセルを削除できます。レポートを提出する際は、レポートを一通り作成した後で、余分なセルを削除し、レポートの体裁を整えてから提出するようにしてください。